こんにちは、はるです。今回はリボンモチーフのヘアゴムの作り方をご紹介します。いろいろ応用が効くリボンモチーフですが、今回はヘアゴムに仕上げていきます。途中少しだけややこしいところがありますので、そこだけ注意すれば、あとはそれほど難しくはありません。それでは作り方を見ていきましょう。まずはリボンの材料です。丸大ビーズ A44 個、丸大ビーズ B42 個。今回は2色使用しますが、1色でも OK です。ただし初心者の方は2色の方が作りやすいかもしれません。テグス2号リボン本体に70センチ、ゴムを通すところに30センチ。まずテグス70センチに丸大ビーズ B を3つと A を1つ通して A で交差します。これで1段目は終わりです。2段目です。右のテグスに A を2個、 B を2個の順に通して、一番最初に通した A の下から上に向かってテグスを通します。そうするとこんな形になりますので、スライドして真ん中に寄せてきます。上のテグスに A を1つ通して、新たな A1 つで交差します。次は下のテグスに B を2つ通して、新たな A1 つで交差します。これで2段目までできました。3段目です。左のテグスに B、A の順に通して、新たな A1 つで交差します。下のテグスで隣の A、 ちょうど真ん中にあるビーズですね、これを拾います。上のテグスに A を1つ通して、新たな A 1つで交差します。下のテグスで隣の A を拾って、さらに B を1つ通して、新たな A 1つで交差します。4段目です。右のテグスに B を1つ、 A を1つの順に通して、新たな A 1つで交差します。下のテグスで隣の A を1つ拾って、上のテグスに A を1つ通して、新たな A 1つで交差します。下のテグスで隣の A を拾い、
さらに B を1つ通して新たな A1 つで交差します。5段目はちょっと注意してください。まず左のテグスに B を2つ通して新たな A1 つで交差します。そして下のテグスで隣のちょうど真ん中にあるビーズを拾います。そうしたらそのテグスに A を1つ、B を2つ通します。そのまま一番端の A のビーズに右から左へと通して、それからさらに先ほど通した A の下から上へと通します。テグスを引き締めるとこのようになります。ここが今日の一番難しいところですね。そして新たな A 一つで交差します。これで5段目が出来上がってちょうどテグスが真ん中に移動しました。左右のテグスに B を1つずつ通して新たな B1 つで交差します。6段目はこれで終わりでリボンの片側が出来上がりました。7段目は左右のテグスに A を1つずつ通してB 一つで交差します。これがリボンの結び目になります。左右のテグスに B を一つずつ通して A 一つで交差します。ここからは先ほどと同じ要領で作っていきます。まず右のテグスに A を2つ、B を2つの順に通して、最初に通した A の下から上に向かってビーズを通します。上のテグスに A を1つ通して、新たな A1 つで交差します。下のテグスに B を2つ通して、A1 つで交差します。左のテグスに B、A の順に通して新たな A 一つで交差します。下のテグスで隣の A を拾って上のテグスに A を一つ通して新たな A 一つで交差します。下のテグスで隣の A を拾って、さらにそのテグスに B を一つ通して、A 一つで交差します。右のテグスに B、A の順に通して、新たな A 一つで交差します。下のテグスで隣の A を拾って、上のテグスに A を一つ通して、新たな A 一つで交差します。下のテグスで隣の A を1つ拾ってさらに B を1つ通して A1 つで交差します。左のテグスに B を2つ通して A1 つで交差します。下のテグスで隣の A を拾ってさらにそのテグスに A1 つ B2 つを通して右端の A に右から左へと通して、
先ほど通した A に下から上へと通します。新たな A 一つで交差します。左右のテグスに B を一つずつ通して、新たな B 一つで交差します。これでリボンのもう片方が出来上がりました。左右のテグスに A を一つずつ通して、一番下の B で交差させてつなぎます。結び目の横の部分を作っていきます。右のテグスに B を一つ通して、裏側の同じ位置のビーズに通します。左のテグスも同様に B を一つ通して、裏側の同じ位置のビーズに通します。左右のテグスをこのビーズまで移動させます。そうしたら先ほどと同じようにテグスに B を一つ通して、裏側の同じ位置のビーズに通します。片方のテグスで外側のビーズを拾っていきます。一回りしたら結び目の横を拾って、結び目の前を拾って、結び目の横を拾います。そしてまた一回りします。そして結び目の横のビーズに通します。8の字に通すような感じですね。もう片方のテグスでも同様に外側の B のビーズを拾っていきます。
そうしたらこのビーズを拾って、もう片方でこのビーズを拾います。ここからテグスを処理していくんですが、今回は結ばない方法をご紹介します。まず上に向かってテグスの流れに沿って3段分くらい通します。そうしたらそれぞれのテグスを外に向かって通していきます。あとは外側のビーズにストレートに通していきます。テグスをカットしたらリボンの出来上がりです。次はゴムを通すところを作ります。今回はこのような細めのゴムを用意しました。結び目のないものの方が作りやすいと思います。まずテグス30センチをこの真ん中の A のビーズに通します。そして左右のテグスに B を一つずつ通して A 一つで交差します。これをもう一度繰り返します。ここにゴムを置いて、左右のテグスに B を一つずつ通して、向かい側の A で交差させます。あとは1段戻ってテグスを2回結びます。テグスをビーズにいくつか通してからカットします。
ゴムの結び目が気になるようでしたら、ビーズの中に隠していきましょう。これでリボンモチーフのヘアゴムの完成です。どうでしょう、3列から1列になるところが少し難しいんですが、ピコットと同じ作り方ですので、ちょっと分かりにくかったという場合は以前ご紹介したこちらの動画をご覧いただけるといいかと思います。応用編としてマルショービーズで作ったビーズを指輪にしてみましたよ。指輪にする場合はリボンの結び目の一つ隣の段からアームを作り始めます。そして8の字編みを繰り返して反対側へつなぎます。慣れてきたらこんな作品も作ってみてください。